どうもこんにちは、ホラー漫画家の伊藤淳二です。主に普段はホラー漫画を描いてますけども、以前、ほんの軽い気持ちから猫漫画を描いたんですけども、それがヨン&ムーで、そしたら本業のホラー漫画よりも猫漫画の方が日本では売れ行きがいいという、そういうちょっと複雑な心境になるような出来事がありました。私は猫を若い頃飼ったことがなくて、飼い始めたのが家内と結婚してからでして、それまで私猫に対してちょっと不気味なイメージを結構持ってるんですね。どうなることかと思ったんですけど、一緒に暮らしてみると意外にもなんか可愛くてですね、漫画にしたら面白いなって思ってたんですけど、なかなかホラー漫画家なんでそういった漫画を描く機会はないだろうなと思ってたんですけども、ヨンとムーはですね、もう2匹とも亡くなってしまいまして、で今はまた2匹新たな子がいまして、天丸とトンイチという、オス猫2匹があります。2匹とも非常に臆病で、で玄関のチャイムが鳴ってお客さんが来たっていうのを知ると一目散にどっかに隠れちゃってですね、でお客さんがいる間はもう出てこないという、そういう人見知りな猫です。だいたい天丸の場合はにゃーって言ってくる時はお腹空いてる時だけで、普段は私のことを無視してるんで、ご飯の時間にまだ早いなと思うとこっちも無視をしてトンイチはもうちょっとフレンドリーでこっち寄ってきて体すり寄せますんでね、可愛いなってことで背中さするとにゃーって鳴くんで、よしよし、日本語でおよしよしって言うんですけどいい子だいい子だいい子だって感じでスキンシップしてますね。私が猫になったら多分天丸トン一と同じで臆病な猫になってですね、人が来たらとか隠れちゃうような猫になっちゃうかなとは思うんですけど、ちょっと考えてみて、猫体小さいんで人間がちょっと入れないような狭い場所にちょっと冒険に出てですね、でちょっとネズミがいたらちょっと追いかけてみたりして、で噛まれたりして逆にそんな遊びをするのも楽しいかなと思います。天丸トン一は4匹に比べるとおとなしくて、あまり事件を起こしてくれないので、漫画にしてもあまり面白くない。なんかこれから事件を起こしてくれたらですね、また面白おかしく漫画にできるんで、あまり事件を起こしてほしくないんですけど皆様どうかお元気でお過ごしください。これからも皆さん猫ちゃんと仲良く、元気で、楽しく暮らしていただきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。